はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきたいと思います。自由都市マイヤに来たところですね。親父どうした、悩みでもあんのか。当分ジャドには帰れない。ここマイヤの港でしばらく様子を見るしかないだろう。あ、なるほどね。一応こいつはジャドが、まあ、故郷というか、まあ、そんな感じなんだろうね。黄金の街道は町の西から行ける。黄金とは言うけど金目のものが落ちているわけじゃない。うん、残念。自由都市マイヤ、ここ鳩場からは城塞都市ジャドの定期船が出ている。いや、これ行けないけどね。商売上がったりだな。自由都市マイヤ、あ、落ちてる。まん丸ドロップ、落ちてる。まん丸ドロップ、今更だけどさ。一応話せる人は話していくか。じゃあマナストーンを探している。マナストーンのことならおそらく草原の国フォルセナの英雄王がよく知っている。あれ、こいつさ、だって王陛下がマナストーンに詳しいなんて知らなかったぞ。グレンの魔導士倒すまで帰らねえとか言ってなかったっけ。冒険者か。何かしてあげられるわけじゃないが、せめて気をつけていってくれ。いや、いや別に一般のさ、そこら辺の町の人に何かしてもらうとか思ってないから。魔法のくるみ、これはマジックパー回復用だね。全然手に入れてない、多分初めてだよね。で、ここ宿屋でしょ。女の子を話してこう。大地の裂け目には草原の王国フォルテナにつながる立派な橋がある。そこ通ってきたからね。こっちは？俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り、獣人たちの進行を防いだそうだ。命がけの結界、どっかの誰かさんが適当に結界を解いたからそんなことになってしまったんだ。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。何？ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃ司祭様助からねえかもしれんよ。おかわいそうに。そんな、おじいちゃんが大変だし、すぐ戻らないと。シャルロット、今あんたが戻ったってどうにもならないんじゃないの。私たちは司祭さんのためにも少しでも早くマナの剣を手に入れ、ヒースを探し出さなきゃ。ちょっと冷たい言い方だったかしら、ごめんね。でもあんたが本当におじいちゃんを助けたいんだったらわかるでしょ。さ、涙を拭いて。おじいちゃん。フェアリーはノータッチ。私のせいじゃないわって思ってんだろうな、きっと。親父、売ってくれ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。ハードレザーは装備してる。革のバイザーも装備してる。ローブ装備してる。サークレット買おう。お目が高い。大事にするわね。大事にするって言うけど、次の防具が手に入ってたらすぐお役目ごめんだけど。ワクワクです。よし、そんなに金かかんなかったね。まだのお越しを。武器を見よう。次はおやじよこせ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。え、変わんねえ。またのお越しを。デューランが武器見たいなって言ってたから。あ、こっちは、あ、道具屋か普通。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。魔法のくるみちょっと高いな。でも、あ、拾えるかな。まんまるドロップの数が多すぎる。もう一個だけ買っとこう。毎度あり。またのお越しを。この世界の1ルクの価値がどれくらいなのかよくわかんないからね。まあ武器が100円とかで買える世界だから結構価値は高そう。錬金術、何か知っている？お母さんが教えてくれないの。錬金術とは物質を理解分解再構築する科学なり。されど万能の技にはあらず、無から有を生ずることあたわず。何かを得ようとすれば必ず同等の対価を支払うものなり。
これすなわち錬金術の基本、等価交換なり。錬金術師に禁忌あり、祖は人体錬成なり。これ何人も犯すことなかれ。っていうのが錬金術です。大錬金術師、ボンボヤジ金術大公開。そうか、ボンボヤジ錬金術だったの。あ、アンジェラ、ここにいるじゃん。あ、町のどっかに立ってるってこと、仲間たちは。そういうことか。まあでももう外に出るか。いや、鋼の錬金術師はかなり好きだったからね、ちょっともう一回見返そうかなと思ってるくらい。しかも用はないなって言われちゃったよ。こっち、こっちか。あ、行けってことか。結局このイベントみたいなのこなさなきゃいけないんだな。え、どれ、え、どこ、このお姉さん、妹のボンソワール。兄貴は錬金術師なんて言われてるけど、ただのマッドサイエンティスト。金なんか作りやしない。金を作るのが錬金術じゃないからね、さっき言ったように。あれ、なんだ、目的地がわからん。ここの2階とかがあんのか。あ、いた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 。わしがボンボヤジだ。君たちは誰だ。いや、そんなことはどうでもよろしい。いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。なんかボンボヤジ幼くねえか。もっとひげ面のさ、おっさんをイメージしてたんだけど。あ、大砲がある。あれは何かと聞きたいのだろう。まあ待ちたまえ。マイヤとフォルセノの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りの上、危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便だが、しかしわしが今作っているスーパーキャノンマーク2ならひとっ飛びでいけるようになる。もうすぐ完成なのだ。というわけでわしの自慢終わり。まだできてはないのか。オルセナ向かおう。こいつの話聞かなきゃいけないの、いちいち。で、街道へ出るとだよね。わざわざ引き返したが、ね、用はないなって言ってまで。黄金の街道、まあここは聖剣3ではかなり印象的なフィールドマップだよね。変な魔導士を倒すまでフォルセナに帰らないと決めていたが、まさかクラスチェンジもせずに戻ることになるとはな。人がいる。あんた、サボテンみたいな不思議な生き物を見かけてないか。この辺りで見たって話を聞いてずっと探している。すごくシャイで見つけてもすぐに逃げちまうらしいけど、声をかけると何かいいことがあるって噂。あんたも旅のついでに探してみたらどうだ。声をかけるだけで何かいいことがある。謎だな。ラビレベル8か。やはり強いな、これのラビは。あれ、まだいる。ゴブリン、え、40って言うか、ダリックだ。つやすげえ食らうんだけど。ちょっと待って、シャーロットやばくねえか。全然減らねえ。ゴブリンごときでこんな苦戦すんの。マジか。突然敵が強くなってる。レベル6に違うからな。ヒールライトを使ってくれた。これあれなんだよね、人の特技はなんかショートカットできないんだよね。これショートカットしたんだけど、え、待って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 、誰にかけますかみたいなのないの。行きましょう。一応これもね、ホーリーライトやっておいた。夜になった。行くぜ。いや、この
敵の強さいきなりビビるんだけど。あ、これやっぱでも船着き場っぽいよね。わざわざあるってことは。あっちのヒットポイント回復やっけ、敵いっぱいいる。やばい、ハイ攻撃でちょっと巻き込みながら戦っていこう。ダーツ、これあれだな、ちょっと必殺技も駆使しながら戦っていった方が良さそうだな。溜まったら使おう。これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。そうなの、その自信は何なの。今見えたけど敵が。まん丸ドロップ、こういうところはなんかありそう。なんもねえの、え、マジで。わざわざなんでこれ作ったの。え、ガチでなんもない、ひどくない。期待外れだ。え、本当ないね。まあいいや、憂さ晴らしにこいつを殺すか。呪文じきり、必殺技に倒す。ダーツ、たまるようで結構早いね。もう 15% たまってるし。よし、レベル7。今ちょっと本当にレベルアップしてほしい。ここ先がかすれて読めない。バットム、ちょっと厄介だ。あ、使えない？え？当たる、外した。悲しすぎる。後ろからやるとなんかクリティカルなのが出るっぽい。あと強攻撃とかをやると、あの必殺技ゲージがたまる。アンジェラレベル7、天使の聖杯。マジックパワーは普通に戦っても回復しないからね、そこがちょっとあれなんだよな。でこっちに行きたい、なんか地図上先へ行ける。そうだな、ナビでも注意しないといけないからな。弱強で溜めていこう。ホーリーボール、あ、でもマジックパワー結構増えてるな。32ある最大マジックパワーが。え、どっちだ、結構広いな。回復欲しい。ホーリーボール役立つかもね、強い。ただ連発ができないんだよな。もうちょっとマジックパワーツボを追いついてほしい。これ結局合流するパターンなんだ。とにかくアーマーブレイクする。見えねえし、どうなってる。よくわかんないけど、え、マジで、ちょっと待って、回避、ヒルライトはありがとう。ホーブリーにこんな苦戦するとは。いや、俺は死にそうだったぞ。危険アーチ崩れんの、くれくれ、ちょっと回復。ゾンビ毒切りプレス、いっぱいすぎ。くらえ、見えない中の戦いが厳しい。倒した。ヒールライトありがとう。毒直すか、プイプイ。そう、どこだ、あった。
天使の聖杯。あそこにも宝箱があるけど逆だな。回復4壺、これすげえ役立つわ。これで一応こう来たか。あの宝箱欲しいな。俺一人で十分だ。いや一人じゃ全然十分じゃねえよ、無理だから。敵の力を侮ってはいかんぞデュラン。やってなかったな。ちょっとここ行こう。ここあそこには行きたい。で、こっちか。うわぁ、敵遭遇した。バットム、もうマジックパーがないから使わないんだよね。すぐ 50% 以下になるから。カラスさんどこ行った。引っかかってたか、ここで。お、ジュエルリング来てよかった。普通に防御力上がるだけだな。特殊効果はなさそう。じゃあ道なりにまた進んでいくか。あいつらを回避する。アーチ、こいつら倒すか。あって、アパンデッキができねえんだけど。来た、倒す。あれ丸ボタンだと思ったら違った。どこに。まん丸ドロップ。あれ、このさ、落ちてるやつって復活するっていうか、あれ、これが例の。わーみたいな顔してたの。なんで嬉しそうだったな。え、なんだ次のご褒美。サボテンくんについて。サボテンくんは世界各地を旅する不思議な存在です。街や洞窟など様々な場所で見つけることができます。サボテンくんを見つけるたびに1スタンプが押されます。このスタンプをたくさん集めると素敵なご褒美があります。サボテンくんを見つけた数やどんなご褒美がもらえるかはマップメニューから四角でいつでも確認できます。サボテンとお知り合い。未発見の宝箱の数はでもいいよね。あ、でもこれって地域を示してんのかな。ここにいるよみたいな。50ってすげえいっぱいいるな。これ結構厄介だ。すぐ毒になるな。やばい、マジで。ちょっとまず回復しよう。シャルロットのマチクはもういつの間にかゴンになってるからな。重いぜ。プイプイそう。あれ、マークついてるけど、これはもう見つけたよってことか。あそこにセーブポイントがあるけど、これは回復できないんだよな。先を急ぐか。でこっち行って、から来てんだ今。大地の裂け目。あ、そうか、大地の裂け目から勝手に移動したもんね。来るとき。え、でも黄金の街道は通ってないよな。別の出口から出たのかな。だって敵強すぎるもん。あんな状態で黄金の街道行ったら死ぬだけだぞ。あ、金の女神像すぐあんじゃん。倒そう。あって、マジかって、このアーマーブレイク系が結構厄介。連打してるからね。
切れ。でこっちが女神像だけど、これちょっとかってか女神像あるから破壊する必要なかったな。天使の聖杯、こっちも行けそうなんだよね。げただ戻るだけっぽい。いややはりな、パックンチョコ。じゃあ回復していきますか。セーブはさっきしたからいいや。しかもオートセーブかかってるし。30円、これ置いてあるけどちょっとまだ置いとこう。なんかえ結局さ、ここだってデュラン来たとこだよね。やっぱり黄金の街道通ってきたんだ。全敵スルーしたんだろうな、きっと。今の俺ではまだ勝てない。ガビレベル8なんてあの時相手してたら即死だろ。くっそマジで勝て。あれホーリーボールの前だ。一緒やったとか。もう魔法使いまくりだな。これ1回の戦闘でこれだけ魔法使ってたらボス戦に絶対枯渇するよね。戻ってきたぜ。な、何者だ。あ、アンジェラ王女だ。アンジェラ王女、断りの女王様より反逆罪で抹殺命令が出ております。そんな、私が何をしたって言うのよ。ちょっと待ちな。どういうことだ。なんだ、逃げてったぞ。アンジェラさん、あんた悪人だったですか。いけませんね。黙れ。お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。なんだ。2体いる。抹殺命令、冗談じゃない。濡れ衣を着せられたまま死ぬなんて絶対に嫌よ。必ず生き残って見せるんだから。硬い。ポケットパンチ、逃げろ。ポケットパンチ、後ろ取れるのだったら半分だから連打しすぎない。いや死ぬ。待って、やばい。あ、もう動けないんだけど。ちょっと待って、ロケットマンちゃん待って。こいつはやっぱやリングコマンド開こう。で、こうでしょ。で、ホーリーボールでしょ、こう。どんだけあんまダメージ取ってなくね。連覇、あ、これは痛い。ロケットパンチが痛いぜ。さあこれクルクルしてればさ、なんか俺をターゲットにしてるから殴り放題なんじゃないか。この二人がどれほどのもう頭の良さを持ってるのかちょっと分かんない。俺がそうなんか2回くらい攻撃してさ、ちょ待って絶対ダメだ。いってこれさ、使ってる間もちゃんとダメージ食らっちゃダメなんだ。いや強いぞ、強い。まずい。やっぱりロケットパンチ食らわないこと。動かなくなったわ。よし、もう一本のとどめを刺しましょう。裏を取る。俺が引きつける。お、くるくるしてる間に。ほら、
多分それじゃなくて銃とかか、あとダブルラリアットみたいなやつかな。くるくる対策してきた、ちゃんと23と半分の方がいいのかな。66死んだ、シャルロット、マジか。よし、はめる。48、あ、はめ方が強いな。これにははめた方がいい。ほら、おい、はめてるとロケットランチャー食らっちゃうんだよね。はい、ドッグミサイル、いろいろ駆使してくる。これマジックパワーさ 100% 取っといた方がいいかも。通常の戦闘中、いや 75% だな。よし、ちょっとそうそう一気に締めにかかろう。ダブル呪文握りを使う。もう連打する。消えろ。いや、まさかちょっと残ってる。3000、超レベル上がるんだけど俺レベル低かったのかな、やっぱり。 やばい、そう言ったい。ちょっとパニックだよ。みんなごめんね、私のために。ふん、本当だぜ。まったくアルテナって国はろくでもねえ国だ。な、何よ、あんたなんか橋と一緒に落っこちちゃえばよかったのに。おやおや、血は喧嘩でちか、みっともないでちね。でもなんでアルテナさんがこんなところにいたんでちかね。魔法王国アルテナはマナストーンを狙って各国に侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことは、やっぱりこの辺りにマナストーンがあるのね。早く英雄王に会ってマナストーンの場所を教えてもらい、精霊たちを見つけ出さないと。でも橋は落ちてしまったし、フォルセナにはどうやって行けばいいのかな。え、戻ってきた。またマイヤで情報を集めるのか。他にフォルセナに行く方法がないか、情報を集めよう。あのワープはマナの力が引き出せないと使えないんで、あそこでは使えないですね。あの滝の洞窟で使ったワープ、フェアリーのやつね。ボンボヤジだよ、だから行こう。そろそろ完成してるでしょ、1日経ったことだし。あれ、どこにいる。まず中にいるか。いたいたいた。なに、吊り橋が落ちた。ついにわしのハイパーデラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。この前と名前違う。あー、うるさい。そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。完成したの、そもそも。この前未完成だって言ってたじゃん。材料集めとかさせられるのかな、完成までに何とかが必要だみたいな。さあ、ついに完成したんだ。わしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち止めじゃ。作るのに夢中で忘れておった。火薬だ、火薬、ニトロの火薬がないぞよ。すまんが君たち、ニトロの火薬を取ってきてくれ。わしは次なる発明で忙しいのでの。よっしゃーさあ、いっちゃいっちゃー。火薬ね、仕方ない。他の奴に聞いてみよう。
ニトロ火薬の情報集め、いやめちゃくちゃみんな情報持ってんだな。このじいさん、ニトロ火薬、ドワーフの連中なら持っている。やつら穴を掘るのに火薬を使う。へえ、そうなんだ。こいつは大地の裂け目のどこかにドワーフたちが住むドワーフのトンネルの入り口がある。時間がない、早く大地の裂け目に行ってドワーフの村を探そう。しかし秘密の入り口なんてあっただろうか。まあ確かにね、どこだ。まあそんなわけでとりあえずじゃあ今回はここで終了して、次回はドワーフの裂け目、まあ、ドワーフの裂け目じゃねえや、ドワー大地の裂け目に行ってドワーフの村を探すというところからやっていきたいと思います。アイテムは2つ植えましょう。ゴーストの瞳、バチリスクの牙。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。